クノオピクスでのブートスプラッシュブートスプラッシュとはオペレーティングシステムがブート処理中に表示するグラフィックスなどを指す。ブートスプラッシュはコンソール上で各種メッセージがスクロール表示されることを指す場合もあるし、グラフィックス表示の場合も両者の混合の場合もある。スプラッシュスクリーンとは異なり、ブートスプラッシュは反則目的で設計されているわけではなく、 OS 立ち上げ時の見た目をきれいにしたり、色付きでメッセージを表示することで、ユーザーにシステム状態をよりわかりやすく提示することを目的としている。Microsoft Windows は、どのバージョンにもブート画面があり、立ち上げ時にロードされる。サードパーティのユーティリティを使ってその画面を差し替えることもでき、画像、テキスト、アニメーションなどを表示できる。Windows Vista では、 ムスカンフィグを使ってデフォルトのブート画面とは異なる。オーロラと呼ばれる画面に差し替えることができるし、ロードしているファイルに関する情報をスクロール表示させることもできる。ありがとうございます。